さあ皆様大変お待たせいたしました、マッチ3、1回戦のマッチ3です。チームクライマックス VS ワッツアップブロ、ブルーサイドがチームクライマックスとなっております。はい、さあ最初の番になりますが、まあ今までだと、まあ、そのライラグレース以外を開けというのも面白かったですが、ここはグレース、自分たちはやる気がないということですね。となるとライラ番で合わせていくのが定石となっていますが、ワッツアップブロ、サムエルバロンなんかも開きますから、何をしてくるかちょっとわからないですからね。面白いピックを仕掛けてくるかもしれないと。1手目からちょっとトリッキーな戦略を用いるかどうか、ワッツアップブロ。さあ時間を使っています。ボーナスタイムも少しずつ削れていますが、さあ最初の番は一体何になるでしょうか。ライラ、まあここまでは定石通りと言ってもいいでしょう。特に大きな変わった番ではない、一般的なスタートと言えると思いますね。対するチームクライマックスはここですとサムエルもしくはバロンなんかも挙げられるところ、強力なキャプテンであるまあアダンなんか確保しても悪くないと思いますが、あとはケストレルなんていうのも多いですけど、ランス、そうですね、ランスですか。まあアダンよりかはランスの方がより強力なキャプテンなのかなと思うので、まあ先ピックファーストピックするならばアダンよりもランスかなとは思いますね。なるほど、まあ、これを見てワッツアップブロガーとしては特に大きなカウンターっていうのは取りづらいので、そうですね、あのキャリーかジャングラーで強力なヒーローを1体確保するのがいいのかなと思いますね。そうですね、ここでバロンもしくはイドリスをバンして2手目でキャプテンを取れば、まあ、臨機応変に対応もできますからね。それを狙っていると思うので、アーダンバーンをするかどうかチームクライマックス側としてはちょっと注目ですが、まずここのバーンですね。バロンですか。ということはやっぱり自分たちが2手目バロン取る気はないので、まあ、アーダンなどを取ってくるっていうような意思が見えますかね。そうですね、そういったところ考えられますが、それを見てチームクライマックスはどういった番を仕掛けてくるのか。ダブルレンジをさせたくないならここバロン番なんですけど、あーごめんなさい、アーダン番なんですけど、一概にアーダン番ではない可能性があるのでちょっと注目はしたいですね。そうですね、イドリスなんかをバンしてこちらもダブルレンジで対抗とも面白いですが、うん、強力なヒーローサムエルをバンしてきました。いいですね、サムエルケストレルと2つ並べられるのが非常に厄介だという選択になりましたね。マウント時がねやっぱり強力すぎますからね、この2人、まあ、中盤以降の集団戦が本当に強力なので、ちょっとさすがに取らせたくないという意思を感じますね。ここはアーダンなどは非常に安定をしますが、もしくはイドリスなどを取って相手にダブルレンジはさせないように圧力をかけるというのも面白いかなと思うので、かなり臨機応変にバンドピックは進められると思いますね。さあワッツアップブロ、ボーナスタイムをじっくり使ってこの2手目考えていますが、アーダンここは安定を取ったと、ダブルレンジもそして相手を捕まえに行く構成も両方とも、取れる、相手のピックを見てからカウンターを取る体制が作れたと思いますね。さあ幅広いね選択肢を残されてしまったチームクライマックス、ここでピックを確定させないといけないですが、まずはボックス、強力なキャリーヒーロー、非常に安定したレーンキャラクターなので、ここはボックス非常にいいピックになっていると思いますね。さあここですね、バティストなんかで、まあ、メレーに対しては強くかけるか、もしくは自信があるならセレスなんかはいいと思いますが、その通りになってしまいましたね。なるほど、さあここですね、ここでイドリスを取っても面白い、まあ、タカも悪くはないでしょうか。メレーを取ってもいいですし、まあ、ダブルレンジで、ね、真っ向勝負ということで、まあ、スカイなんかは上げても面白い試合になりそうです。そうですね、スカイなんていうのは面白いですが、ここはイドリスにしましたね。となるとレーンイドリス、そしてジャングルクリスタルケストレルの形になって、まあ、イドリスがセレスを潰しに行く、序盤中盤の集団戦勝ちに行くという構成、そして後ろからケストレルがダメージをしっかりと出すとな構成になりましたね。まあ比較的安定したピックの形の戦いになりそうですね。まあ、ここダブルレンジにして本当にスカイとかで真っ向から勝負してもいいんですけど、まあ、ボックスがちょっとスカイはうまいボックスにはかなり対応されやすいので、その手裏ストライク見てからうまいボックスというのはブーツで手裏ストライク避けつつ、フォワードバラージュ避けつつ前に出てこられると、スカイとしてはスキルが何もなくなってっていうのが結構そのよくスカイが負けるパターンとして見る動きになるので、スカイよりもよりあの自分たちとしても能動的に自分たちから行動でき、そして相手からの攻めというのも受け止められるようなイドリスっていうカウンターもできるし、自分たちから攻めることもできるっていうような選択にはなったと思いますね。まあ、ポークとしてもね十分戦力になりますし、まあ、スカイよりは安定したピックを選んできたという印象ですね。まあ、その分序盤と中盤くらいに、まあ、序盤というか中盤ですかね、すごくパワースパイクが寄ったので、スカイであれば終盤までカバーできたところが、イドリスになってかなり
ね中盤にパワースパイク寄ってますから、そこでしっかりと自分たち有利が作り出さないとちょっと、ブロス側としてはきつくなるかなというふうに思いますね。さあそういったところを踏まえながら、もう間もなく試合がスタートいたしますが、この、まあ、命令イドリスだけが唯一命令なので、このイドリスを生かしてねうまくイニシエートしていかないと後半が苦しいというお話いただきました。まあそうですね、中盤一番イドリスが強い時間帯にちょうどケストリルもかなりダメージが出る時間帯だと思うので、そこでレーン上に圧力をかけタレットを1本先に折って、セレスの強いレベル8を迎えるっていうのがかなりいい動きになるかなと思いますね。そこまで有利作れないとちょっとレベル8セレスにかなり押し込まれる展開というのは予測がつくので、どれだけ早く相手にタレットの圧力をかけれるかっていうところをちょっと注目してみたいと思います。ボックスもまあビルド次第で後半にもねすごい強いヒーローになりますから、早いうちに決着をつけていきたい。対するまあチームクライマックスがアイアムセンスプレーがねしっかりランスでピールをしていければ当然勝ちの目あります。さあお待たせいたしました、1回戦サードマッチです。チームクライマックス VS ワッツアップブロ、では参りましょう。試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイドがチームクライマックスとなっております。センスプレー選手ナイフを買いましたね。アグレッシブですね。攻撃的ファーム援護にもなりますし、上でのハラスでも強力になります。いやもうレベル1入ってこないのを確認したらレーンにガンクに行くくらいのイメージかもしれないですね。ファームを1人でするかもしれないですし、かなり幅広いエリアスミュートに圧力をかけるようなピックビルドの選択になってると思うので、これもレベル1ガンガン1つを狙いに行ってダメージを与えに行くんじゃないか。いやこれはいやしかしちょっと角度がちょっとまあすぎました、ね、ただ十分これが痛いんですよね。この通常攻撃が十分このイドリスからすると厄介でラスイッチは取りづらくなるので、まあ、これでも十分ナイフの役割っていうのは仕事はしていると思いますし、ね、これですね、ランス登場したてのなんか圧力を感じますよね。当時はねあの武器が1本しか買えなかった時代でしたから、ナイフスタートナイフそしてフレアスタートなんていうのも、まあ、リエルキャプテンであってもそれくらいして相手にガンガン圧力をかけるっていうキャラクターだったんですけど、それちょっと放出させるかのような初手ナイフキックのビルドにしましたね。さあしかしここは、一瞬でリコールして、次なる戦いに備えているような形。ナイフ2本いきましたね。いや攻撃的すぎるというか若干再生の泉が遅れるというのはあまり良くない点なのかなと思うので、そこをうまくカバーできるかというか、このナイフ、まあ、キルなんかでキルやジャングルを攻めたりしないとちょっと元は取れなさそうですね。元が取れるくらい有利を作らないとちょっとこのナイフ2本はやりすぎなんじゃないかなって個人的には思いますけど、まあ、これ生かすプレーっていうのはちょっと楽しみにしたいですかね。かなり気合いの入ったねビルドパスになってますから、ここはアイアムセンスプレーの戦略に期待したい。さあここ一つ2人に当てている。さあナイフ積んでいるので非常にいいダメージが出ていますが、ここはミストル下がることに成功。ベインジに対して大きなハラスをかけていますが、ケストレルが強いタイミングの一つですからね。優しい面白いメルバーク見て一旦下がりました。ナエタこれ見えてないですよね。メルバーク一つは当たっていない。さあしかしメルバーク飛び込むが、その間にアイアンセンスプレーが解ける。やはり防具積んでないので非常に柔らかい。さあファーストブラッド獲得して、さあラドウスが動きを止めています。さあここはチミア中で落としていく。残ったメルバークですが、さあチャグランも入っています。さあここでバンガードでスローをかけることができればまだ可能性はあるが、相当ロングチェイスですが、これはいいチェイスだと思いますね。このままジャングルを荒らしていきたい。そうですね、まだ体力にも余裕があります。取ったのはエイリアスミュート。エイリアスミュート一つも不発。さあとなるとジャングルを買った上に2キルも獲得しておりますので、ワッツアップブロー非常に優秀な結果になります。ガイシャン壁はラドウスのみ。若干ナイタ選手のエナジーがきついので、ここは一度バックの選択になると思いますが、バンガードをナイタが受ける形。ここで下がります。十分な戦果を得ることのできたジャングルファイトレベル3になったと思いますね。初手ウェポンブレードあまり生きていません現在。ちょっと生きてない。しかしまたしても戦う。いやしかしメルバーク後ろから来ているが、さあどうだ、ミストは入るか。ラドウスがうまく逃げている。さあセンスプレーを落とせればですが、まあ落とすことは難しかった。しかしここはだいぶ削ることもできました。よく粘りました。まあ、時間をかけてもう倒されることは確定していたので時間をかけるという動きになりましたが、まあ、1ですした分取れた有利の方が大きいかなと僕は思いますね。さあ間もなく4分になりますが、今のところうまくやっています。さあこの後ですね、サローブレードなんか完成したタイミングでエイリアスミュートがねしっかりイドリスの存在感を発揮するかどうか鍵になってきます。またナエタ選手のケストレルがレーン上でいかにこう圧力を作り出せるかっていうところも大事になってくると思うので、
でこのレーンに上がったケストレルが自分の強みを生かした動きというのができるか。さあ2度続いていない。さあ2発、1発ですね。1発当てているが、いやしかし糸井のチャクラムも痛いですね。ポーションで生き残りましたね。ギリ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 のライン、本当にギリギリって感じでした。とんでもないダメ。そしてこれはタレットに手をかける。1つ当てていく。ガイシャン壁は風発に終わっているが、いやもう無視無視無視ですね。無視ですね。とんでもない、とにかく無視。いやひたすらひたすらどこまで殴り続けるんだ。まるで敵が、おっと読んでいるが、さあガイシャンは入っている。さあしかもここは崩壊も入っている。これは完全なチェーンが入っているが、バンガードが間に合う。あとバリアが当たりに行きましたね。当たりに行きました。いいボディーブロック投げた。いい判断だと思います。今のバリアが切れた瞬間の通常だとちょっと危なかったので。そうですね、ギリギリなところでした。あっとおっと、ここはセンスプレーうまく奥に行ってました。トレントを買っていたところを狙いましたね。ミニオンは枯れてましたが回復はできずといった形になってしまいました。間に合いませんでしたが、さあ1つうまく読んでいる。さあコア崩壊を受けましたが、それでもエリアスミートを落とすことに成功。さあこれファーストタルトどうだ。頑張れば落とすそうだが、しかしミニオン1匹残っている。そのミニオンにただフォーカスがいってないので、ベインジーがしっかりボディブロックしている。さあファーストタルト逆に折り返していくのはチームクライマックス。ちょっとなんかそのノーガードの殴り合いみたいな感じになってますけど、ちょっと排水の陣で迎えている。さあ1つも当たっているが、ここはラドウスがソロキルを決めて、なんだこの試合は。かなりここ折り返さないと損になってしまうので、どうしても折りたいですが、まあ余裕折れますね。これで若干有利って感じだと思います。肉弾戦が続いています。さあベインジー、これは動揺して左にヘリオジェネス。さあグリマショット、あと一発だか、惜しい。うん、激しいですねこの両チーム。いやなんかよっきるよけないというか、もうなんか差し合いみたいな感じになってますけど、お互いがお互いにもうスキルの当て合いの応酬って感じですけど、これは今のところは若干ブロス側が有利で、さらにはこのレーン上がオープン、1本目のタレットがお互いオープンになっていて長いレーン上になっているので、うん、うまくイドリスのチェイス能力の高さを生かして戦うことができるとかなり強いのかなと思いますね。そうですね、8レベルになったセレスに対してセカンドタレットを圧力かけていくタイミングとかでイドリスがねしっかりチェイスができれば1人は持っていけそうですね。今ベインジー選手が7になった瞬間なので、まだもう1周2周くらいはジャングル1周2周分くらいはレベル8まであると思うので、もうちょっとプッシュしたいですね。自分たち強い時間帯の一つを押し付けたいので、ダブルインフュージョンと、来ましたが、いい判断だと思います。ここでダブルインフュージョンからナイトはうまく回り込めるか。ガイシャンから2人に当たっているが、コア崩壊風発、しかしグリマショット2発入っている。いやすごいダメージ、とんでもないダメージ、インフュージョンが決まっています。いやそしてナエタが悠々と動き回ってると。さあここでクレアで照らされていくナエタ。一視察は当たっていません。惜しい。さあこれプッシュするだけプッシュしたいですね。相手としては今これファームがジャングルファームが 半周分ずれてるので、相手は今ジャングルを借りに行ってるタイミング、こっちはジャングルが湧いてないタイミングですから、こうプッシュできるだけプッシュして触れるだけ触ってタレットに圧力をかけたい。さあチュアルステップから通常打って、さあアンチフェーズ、さあ1つもらっているガントレットが、これは入っているか。いやしかしその間にケストレルが一気に落ちてしまう。いいダメージが入ってしまいました。マシンで捉えられてしまう。さあここはラドウスが仲間と別の動きをしている。さあ1つもしっかりシュラウドステップで避けますが、結果的に2キルを奪われてしまったのはワッツアップブロー。ちょっと無理をしすぎましたかね。というよりセンスプレー選手テンション棒まで来てましたね。気づいた。いやそうですね、ちょっと目に見えないところでダメージがでかいなと思いましたが、センスプレーこれケストレル対策だと思いますね。いやただダメージがしかし柔らかいですね。再生の泉つむきがないですからね。次に行こうとしてるので、いやこれはケストレル対策ですよね。もうそのケストレルをバーストで落とす、自分のバーストも含めて一瞬で落としてしっかり勝つと。確かにいい火力が出てるので、多分相手の体力管理もかなりずれているんじゃないでしょうかね。相当やりづらいと思いますが、ただスキルが当たらないと相当弱いビルドではあるので、まあ、ケストレルナエタ選手としてはしっかりとスキル避けること、そして通常攻撃を食らわないレンジにいることっていうかなり大事なことだと思いますね。一つが避けれれば、まあ、完全に相手は腐ってしまいますからね。柔らかいのでミスした瞬間でね一気に落とすことも可能か。でレベル8セレスインフュージョン非常に強い時間帯なので、この中途半端なレーンの高さっていうのはあんまりよろしくないかなと思いますから、プッシュし続けるかプッシュして引くか。さあ争いを避けていきたい。一心ただセンスプレー500ダメージ準備ができていないそうです。いやちょっとこの
地雷をうまく剥がしたいですね。いやいいダメージ入っています。さあブーツで下がるベインジ、うまく相手の視界を剥がしてこのナイト選手がうまく動き回りやすい状況っていうのをちょっと作り出してあげないと決闘が行きづらいかなっていうふうに思いますね。視界確保なんかが大切です。さあクルーシブル完成しました。いやもう武器にいってる分こっちはクルーシブルができているのにもかかわらずセンスプレー選手は泉がようやく完成しているので、そもそも防御的なアイテムに関しての差は大きいですよね。その分火力があると。さあ9分半が経過しております。お金さは若干クライマックスの方が勝っておりますが、この後の展開次第では、まあ、一気に逆転も考えられるぐらいビビたる差です。ケットリムセット、おっと必殺、いやーベインジ大きなダメージをもらってしまった。時代も合わせて6割は、いやもっとですね、7割くらい削れてますかね。もう完全にローヘルス。これはグリマーショット一発で終わりそうだが、トレントを買って、これはお茶を濁すからち。ただハリットは今度しっかり触れるから十分なダメージ入って、ちょっとこのキャリーとそのキャプテンがずれている動きがあまり良くないかなと思うんですけど。さあメルバークが今度前に出るが、エリアスメイドがしっかりフィール。さあガントレットですが当たっているのはセンプレーのみ。さあまた引っかかった。あと泉音だ、再生の泉を使った。さあ一つギリギリだがクルーシブルで外車を防ぐ。さあナエタなんとかミストを張れるか、ミストが張れない。センスプレーがしつこい。さあここがソーラストームで落とすが、エリアスミュートも落としきれない。さあ残ったメルバークですが、メルバークだけは落としたラドウス。さあしかしここはトリプルキルを決めていくのはベインジ。クライマックスが3-1交換のエースを獲得しました。かなりイドリスがいい入り方をしたかなと思ったんですが、しっかりとセレス、ベインジー選手対応しましたね。素晴らしいですね。さあここでもう一度見ていきましょう。ここで姿を現して殴り合ったんですが、まず エイリアスミネートがちょっと大きいダメージをもらいすぎましたかね。ちょっとヘリオジェネシスもらいすぎましたか。そしてこの後一つが当たってしまって、これでブロックはしたんですが、ミストがこのセンスプレーがしっかり張り付くことによってもうミストに入れませんでしたね。最後はソーラストームでしっかり、決めることに成功。メルバークはなんとか、イドリスは2人に対してしっかりとしますか当てたんですけど、ちょっとダメージが足りなかったですね。惜しい集団戦になってしまった形だと思います。さあ11分半ですが、タレットはこそおられはしませんでしたが、第2試合のエースと PQQ の試合とは真逆の8対4というこのキルの多さですね。混戦、そしてセンスプレーはさらに火力をガン積み。いやちょっと仲間を守るつもりはないということですね。攻めたいってことですよね。ケストレルを落とさないと勝てないっていうことだと思う。攻撃は最大の防御というところですが、さあ一つミニオンに当たっているので隙はないですが、チャクラムのダメージも痛い。いいダメージ、これ当たりそう。さあベインジ大きなダメージ、素晴らしい、非常にいいですね。こうしてちょっとずつちょっとずつ相手の HP というのを削り、そしてタレットを削るというのが一つ、フォーク合戦を制することができれば当然有利になります。この上からナイト選手が打ってるのはいいんですけど、ちょっとそのキャプテンが下に行っているので、一つに当たってしまった時のケアっていうのがちょっとできてないかなっていう。そうですね、イドリスを守るのか、まあ、ケストレルを守るのかというところですね。ケストレルを守ることの方が大事だと個人的には思うので、もうちょっと、あーなんか、さあ一つはエリアスメイト、いやいいダメージ入りますね。ちょっと十分なダメージ入ってますよ。想像以上のダメージですね。かなり火力重視にしているだけありますね。やっぱり火力2本積んでると相当痛いなっていうのを感じますけど。さあイドリスもようやくここでブレーキングポイントが完成しております。こちらはこちらで火力が非常に出る時間帯、ナイト選手ももうちょっとするとブロックミスまで完成するので、これでケストエルとしても、2つ目の武器が出来上がると。そしてその後おそらくですがクロックアウトに行きそうですね。また今回逃げ回りつつスキルを打つということをしなければいけませんから、グリマーショットのクールダウンももちろんですし、そしてミストのクールダウンというのも非常に上げていきたいので、クロックアップという選択が非常にいいと思います。個人的にも動きやすくてすごく好きなビルドの一つですね。まあ、その分今回シャッタークラス選択しますから、ダメージはすごく出る分スロー入らないので、スキル自体はそこまで当てやすさというのは変わらないので、しっかりと、エイム力っていうのが問われてくるかなと思いますね。クロストバーンではなくシャッターグラスを積んでいますからね。そこは、まあ、スキルショットの精度に対しては、まあ、自分で自信がないとできないですね。またその分ダブルレンジに対してこのビルドというのは本当にスキルがしっかり複数人に当たると、もうケストレのグリマショットだけで相手を壊滅状態に追い込むこともできるので、
まあ、うまくこのナイト選手が機能するかどうかっていうのはかなり大事になってくるかなと思いますね。さあここでベインジーもインフュージョン、メルバークもインフュージョンと、そしてセンスプレイはまあすでに飲んでいた形ですので、レベル12インフュージョンですか、ベインジーもレベル12、やはり611のスコア伊達じゃないですね。とてつもなくビルドのスムーかなり育ちがいいです。このセレス相当ダメージが出ると思うので、ナエタ選手 VS ベインジーのこの殴り合いというかスキルの当て合いというところはかなりプレイヤーの入れ前が出てしまうかなと。さあ石井さず、これはメルバークヒット。さあラドウスが1人いますが、さあ1つもらってこヘリオジェネスもしっかり決めている。いつもなく痛い、いいダメージが入りますね。セリスのダメージもさることながらランスのダメージもあるので、なかなかまあ気が抜けないですね。3人がまあダメージを出せるという存在になっています。その分まあや守りというのはとんでもなく柔らかいので、いい仕掛け方ができれば当然ブロスの方が有利です。まずはセレスを一瞬で溶かすような動きができるといいのかなと思いますね。そしてそこに重ねるように一気に前になだれ込むというのがいい形になるかなと思うので、もしくはできるならば前田選手がセンスプレー選手から削るっていうのも面白い動きにはなると思います。やはりイドリスが大事になってきそうだ。いい視察は、ギリギリ当たりません。さあ一つは当たってしまった。さあコア崩壊ブロック、クルシブでブロックしますが、さあここでガントレット張っている。さあ島ストライクから飛び込んで、さあボックス狙いはボックスだがどうだ。しかしここちょっと距離を離してしまった。キャクラムは当たっているがソーラーストームでフィニッシュ。ナエタ外車の壁をもらって落としている。さあどうだ、コンバットロールが通常ですがバンガード待っているのでなんとか耐える。ちょっとランスが無理をしすぎましたかね。ただナエタ選手このローヘルスではちょっと戦うことというのが難しいかなと思うので、おっと、さあしかし一死一殺へ、ここはボックスを落とすことに成功しております。運がちょっと悪かったですかね、タイミングが悪かったですが、これは、ブロスとしては報酬の幸いというか、ありがたいなっていう感じですね。まあ、なんとか今耐えてるって形になってしまっているので、どっかのタイミングでちょっと逆転をするっていうことを念頭に置かないと、セレスが育ちに育って試合が終わってしまいそうな予感がしますね。今のところセレスに対して何もできていないというところがまあちょっと結果につながってますかね。あ、ボックスフォーカス、そしてそのボックスが結構硬いので、ベインジー選手がかなりフリーでダメージを出すことができているっていうのが今ちょっと集団戦勝ててない要因かなとは思いますね。さあ間もなく17分が経過しておりますが、おっとエコーですか、ナエタエコーダブル一死一殺ですか。いやグリマーショットを一瞬で回復しますかね、4発打ち切って、連続グリマーも面白い。それかミスト、いやでもミストはまあクールダウンが早いので、ミストをダブルでやる意味合いってそんなに感じないですかね。さあ一死殺打ちましたが使わないということはこれは連続グリマーショットですかね。まあ確かに2つかかっている重ねミストだととんでもないダメージが出そうではありますけどね。ただそのミストの上に相手を置き続けるというのはちょっと難しいかなと思うので、難しいですよね。ここはテクニックが要求されます。また5秒に1回ミスト上がりますから、そこまでしてミストにかけたい必要性はあるかと問われるとちょっとないのかなと思いますね。難しいですよね。このエコーの使い道っていうのもちょっと注目してみたいですね。一死一殺でも面白いですが、一死一殺使ったと早めに仕掛けないと厳しいです。いやクラーケン結構削れますね。クラーケンに当たりましたね。結構削れますね。ただ相手に当てないと意味がない。そしてボックスはメルバークが準備ができていない。できてない。インフュージョンを買いに行きたいですか、それとも防具を買いに行きたいですかね。ちょっと培養したいと。おっとこの木の代わりを、いやこれ培養したら集団戦をしようってことでしょうね。なるほど。ただこれいい地雷しっかり3人が見えている。さあメタルジャケットを完成させて集団戦をしようと。セレスは3武器が出来上がってますが、これはちょっと良くないセパレートか。さあ一死殺メルバークにヒット。あさあエコーを使いました。連続一死殺だ。ダブル一死殺。さあメルバーク2連続。さあここでガンドルと張って直下対してる。東大レースメト捕まえることができるが、しかし届いていない。アンチペース一旦下がっているが、さあここはアトラスの健康を下が使って、さあナエタが今度はナエタがどうする。いやしかし外車の壁をもらっている。さあそして一つですが苦しみでブロック。ここはチャクラムでフィニッシュ、
なんとか1キロ取り返すことに成功しました。柔らかいランスの弱みが出た集団戦でしたね。タンクをしてあげる、前で壁になってあげることというのがあまりできませんから、うまくそこを突かれた。そしてダブル EC だと引いてましたかね、かなりいいダメージにはなっていたと思います、うん。まあ、これによってメルバークはもう、あっと、密戦かけなかった。戦場、まあ、前線からは退けられてしまいましたからね。さあ視界もない中でこのナエタに対して対応できるか。エイリアスミュートが圧力をかける。バンガードもらってチャクラムですが、メルバークが通常殴っている。ちょっと怪しくないか、これは。怖いですね。怪しいですね。むしろメルバーク手伝ってるようにも見えるか形の状態になってますけど、なんかやってこういいタイミングで仕掛けようかなみたいな感じはボックスには見えますけど、諦めましたね結果。まあ安全策を取るならこれでいいと思いますが、反転をしても面白いシーンだったかなとは思いますね。あとはうまくミストを受けていたんですけど、そこにちょっとはめることができなかったのは痛かったですかね、うん。ミストコンボができていれば一気に集団戦エースまで取り切ってという形が見えてはいたので、まあここは仕方ないですね。まあ仕切り直すしかないですね、ここは。さあ外車の壁ですが、まもなく20分。テンションサロー泉ブーツっていうのはソロ級みたいな感じに見えますけど、そうですね、ランク戦の1幕というような状態になっていますが、いや、やっぱり1つが当たらないとちょっと弱いと思うので、1つ当てられるか。あっと、また1個使いました。おっと2連続ヒットが、いや2連続ヒットしてましたね。集団戦をする間もなくベインジーが落ちてしまった。さあこれは狙い通りですね。完璧に、これは作戦勝ちですね。やりたいことができていると思います。あとは安全にこれを取り切るだけなんですが、センスプレイもこれはダメージがあるキャラクターですから、ちょっと注意は必要なんじゃないですか。トラベルブーツまで。さあメルバークが出てるが、ここはブーツで下がるが間に合っている。さあ安全を使ってか、強引に修羅線を仕掛けていくが、ここはガントレスで一旦下がらせる。ミストにはまってるのはアイアムセンスプレイだが、さあ EC 殺は当たっていませんが、エリアスミュートが必要に張り付いて、さあここは1キル、さらにミスト2発はまってしまった、うん。さあここなんということでしょう、エースになっているクラーケンバフ消したにもかかわらず、またしても回復しているのはワッツアップブロー。エースバフも入って、これで満タン、しかも相手がセレスのみという状況でクラケンを推し進めることができた。これはナエタ選手ここで待っているつもりじゃないですか。おっとナエタハメが決まるか。しかしバンガードで当然分かりますよね、タイミングがちょっと合いませんでしたね、先にナエタ選手のグリマショットインで面白かったかなと思いましたけど、ただこれは相当ワッツアップブローとしては美味しい、美味しいクラーケン、何の障害もなくサードタレットを破壊ですね。狙ってますよ、ナエタは足止めてますからね。さあ石一つはタレットだ。しそしてもう1回エコ使いましたね。2回目だがタレット、いやもうこれ十分ですね。これで、まあ、戦果としては相当大きいですね。3本折るのであればでかいです。しかしキャプテンも攻撃力高いので、あとこれはいやそこまで使う、いやかなり体張るが、それでもフォースタレットは折る。ちょっと痛いですかね。クライマックスとしてはもう全部使ったにもかかわらず2本目折れてしまった。3本目ですか、ごめんなさい、折れてしまうとなると、まあ、これ相当ブロス側としては美味しいクラーケン、おかれさまついに逆転ですし、さあエコークロックワークという面白いところですね。もうずっとエナジーを切れることなく、ずっと矢を打ち続け、そして消え続けてやろうっていうのをすごく感じるビルです。さあ音ガントルとありましたね。しかしここは反射ブロックで避けました。かなり強気ですね、強気強気に攻める。この勝ち気なのはすごくいいことだと思います。まあ確かにナエタはどこからでも集団戦参加できますからね。でまたエコ使いましたよ。さあ石一つ当たる。ちょっとやはりダメージが低いですかね、若干、まあ、2つしか武器は積んでないので、うん、クロックワークの 20% アップもちょっともったいないですよね。ただまあ2発打って、いや狙いはベイン G のセレスだと思うので、このキャラクターに2回当たったらおそらくほとんど即死レベルなんじゃない。いやでもキネティックまで積んでイージスに行こうとしてるので、さすがにちょっとさっきのようなダブル一死一殺ワンキルってちょっとブロックミス溜まってる状態じゃちょっと辛そうですね。一死一殺じゃなくて二死一殺でしたけど、さっきはちょっと無理かなと思って、まあそれで削って、はい、アーダンガントレットインとかシュナ戦を仕掛けるっていうのが一つ狙いになるかなと。あとはさあミスト、このフレアでこれはバレていなさそうだ。またこのナエタ選手にうまく使いたいですかね。こう大量にミスを置くことができるので、うまく翻弄できれば、この狭いところに敵がいますが狙えるか。石一冊エコーも上がっている。石一冊はこれは角度ミス、いやセンスプレーに当たりましたね。センスプレーに当たっている。さあ2発目はこれは当たってない。
間を通り抜けましたね。いや20秒に1回一子必殺が飛んできそして40秒50秒に1回2回の一子必殺が飛んでくると非常に厄介ですね。かなりワンチャンスにかかったロマン砲、ケストレルロマン砲とはなかなか面白い作戦ですね。でこう相手をずっとこの一子必殺で削りたいようにも見えますよね。そのもう1回一子必殺打ってまた20秒後には上がりますからねスキルが。逆にクラーケンを縦にしなするような石井さん、これ気づけてないですか。やっと気づきましたね。気づきました。さあどうだ、面白いタイミング。さあどうだ、チャクラも入っているがグリマショット取っている。ここはナエタがしっかりスティール。さあアトラスの健康は入っていませんが、さあどうだ、島それが飛び込んでいく、とんでもないダメージ。さあブレーキングポイントもしっかり溜まっており、さあ2キロ獲得しているが、さあどうだ、通常打てるか、打っている。ベインチ逃げられず。さあここはブーツを使って下がりますが、当然ナイトは逃がさないが、石井さんギリギリスレスレだが石井さん、ちょっと間に合いませんでしたね。ちょっとずれてましたね。あと何ミリか隣だったら今頃ベインジは消え去ってたでしょうね。ただ惜しかったですが、さあシュートステップからブロックしている。シマーストライクはないのでこれは追いかけられませんが、ホームに打ち切るか。しかし早い、足が速い。ブーツまで使いましたね。必死になってこのケストレルから逃げてますけど、さあここはキックされと追って、さあ残ったベインジギリはこれは守りきれないか。ワッツアップブロー、かなり面白い戦略ではありましたが、これは作戦勝ちと言ってもいいでしょう。さあ1試合目を制したのはワッツアップブローという結果になりました。ケストレルでこうダメージの一撃一撃を重くするのではなくて手数を多くするっていう新しい戦術を見ましたけれども、結果的にはかなりこうやりづらそうでしたかね。ダメージを食らってこう前に出たいタイミングも一度トレントカリに戻ったりとか、あとは自陣までちょっとリコールしないといけないダメージを食らうこともあったので、思ってるよりその我々が見て楽しんでる以上に多分やりづらい印象をクライマックスとしては受けてたんじゃないかなと思います。まあ僕合戦をする上ではやはり数が多い方が当てやすいのはもちろんですけどね。まあ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 数打っちゃ当たるって言葉もありますからね。まあ余計にまあその比重を増やせば当然当たりにくくもなりますし、かなり理にかなったビルドではありますけれども、まあ、その分ダメージが落ちてしまうってところが従来のクリスタルケステルとはちょっと違うところかなとは思いますけど、そうですね、フロストバーンもないのでかなりテクニックでグリマショット当てていかないといけませんし、もっともっとフランのジャングルケストレルよりも柔らかい結果になりましたね。ただまあそれが結果的にはその1つ1つの相手のかく乱っていうのはうまくいっていたのかなと個人的には思いますし、まあ結果につながれば何でもいいっていうのもそれ一つだと思います。まあ、自分たちが一つ練習をしてきた形のナエタ選手のジャングルのピックケストレルとこのビルドっていうのをしっかりと噛み合わせることができ、そしてまあ大会で結果出ているので、ちょっとこのクライマックスの番、次の番は楽しみですかね。今のケストレルを受けてどう彼らがそのケストレルとそしてイドリス、エイリアスミュート選手のイドリスっていうのはどう印象を受けてそれ対策するかっていうのはちょっと楽しみに見たいと思いますね。さあね、今度はサイドが入れ替わって、ブルーサイドが、ワッツアップブロー、レッドサイドがチームクライマックスということになります。まあ比較的王道なピックでしたが、まあ、作戦としてはねかなり面白いものになっていたので、まあ王道も使えるっていう存在であればより厄介ですよね。ピックを見ただけじゃどっちで来るのっていうのは分からないので、かなり面白い戦略をやってきたなという印象を感じます。やっぱそのレーナーのキャリーとそしてジャングラーがケストレルを使えるっていうのはコンパッチ本当に強みかなっていうのは感じるので、このケストレルの行方っていうのもちょっと注目はしたいですね。さあ大変お待たせいたしました、3回戦の、失礼しました、1回戦の第3試合ですね。ワッツアップブロバーサーチームクライマックス。さあ1勝を制したワッツアップブロですが、今度はブルーサイド何をバンしてくるでしょうか。ライラここはライラにしましたね。となるとクライマックス定石上通り行くならばここはグレースですが、先ほどのケストレルを見てそしてイドリスを見てどう思ったか。さすがにグレースは放ってはおけない存在ですかね。ここはグレース番です。さあここでケストレルを取ればそうよほどの自信のある、まあ、今週はケストレルで今日はケストレルで勝つっていうのを一つ決めてきたようなケストレルウィークになるかと思いましたが、よくわからない初手グランプ場いやただそのマスク級選手だったらすごく納得のいくピックだなと個人的には思うんですけど、メレーのうまいジャングラーがいてキャプテンとしても運用のできるグランプ場って面白いですが、まあ、何か選手もこれ使えるってことだと思いますね。いやそしてそのグランプ場、クライマックスはどうしたんでしょうね。いやグランプ場に対してスカイはあの引いて引いて逃げてお金さえ稼げれば相当強いので、
カウンターをもう目の前にぶち当てたって感じですかね。このタイミングでスカイですか。ただこのスカイに対してのカウンターをこちらワッツアップブロガーとしてもか、しっかりと取ることができるので、まあ、まだタカマンかもね空いていますし全然攻めれるとは思うんですが、でレッドゲームスカイに対してちょっと厄介なバロンは消しましたね。これでレッドゲーム最強を欲しいがままにスカイができるような状況を整えたと。さあワッツアップブロ、ここはアーダンキャプテン攻めに喫しましたが、ダブルレンジをやらせたくないというような意思ですよね。まあ、となるとランスぐらいが上げられてきますが、ただランスでしっかりその仲間を守れるのというのを追いかけるようなバーンドピックも、まあ、先ほどのビルドではちょっと難しそうですね。あのビルドはしないと思います。というかあのビルドをやったらもうスカイはちょっとほったらかされすぎてどうしようもないと思うので、さすがにあのビルドはないと思うんですけど、さあここは、イドリスですか。イドリス、そっちがダブルレンジをしにくいようにしてやるよって感じですかね。キャプテンはもう正直何でもいいので、アーダンがいないとなると、まあ、ランスだろうがキャプテンだろうがあんま変わんないっていう選択だと思います。なるほど。さあワッツアップブロ、これを見てグランプ上どこに置くのか、そして、キャプテンジャングラーキャリーをどういったね、構築で選んでくるのか楽しみです。まあ、キャリージャングルは見えてますから、そこのカウンターも当てられるのであれば、まあ、当てられる状況は整ってるので比較的やりやすいんじゃないかなと思いますが、まあ、サムエルとか置いてもいいと思いますね。サムエルは十分強いと思いますね。僕はボックスサムエルなんていうのは全然いいと思いますけどね。ウリッカ、なるほど。グレイブかどうでしょうか。となるとグレイブをレーンに僕はすごく置きたくなりますけど、まあボックスでもいいと思います。十分強力な、あの、まあそうですね、半メレ半レンジの、いろんな役割に対応できるボックスですからね。まあ、ブラックウェザーでも面白いですかね。もしくはクリスタルレーナーはちょっときついかなと思うので、アダージオ、アダージオ、いや塩フリッカー構成にしましたね。なかなか懐かしい、まあ、一時期は塩フリッカーグレイブっていうのが一つ流行っていましたけど、そこのグレイブのところをグランプ状にしたサマーバージョンって感じですかね。スプリングバージョンが塩グレイブフリッカーだったら、サマーバージョンは塩フリッカーグランプ状と、かなり、まあ、夏仕様にしてきて、これがまあどう影響するか。いや相当やりたくないですね。自分がもしクライマックス側の選手やコーチだとしたら相当嫌なピックだと思います。ここのピックはまあランスが一番いいですかね。今残ってるのはもうだいぶ減りましたね。ランス、フィン、キャサリン、そのフォートレスなどですか。フリッカーだと複数人が走り込んでくるので、グレイブだとちょっと守れないと思うんですよね。一人を突き飛ばしても残りの2人が突っ込んでくるので、3人同時に守るとなるとランスがいいかなと思いますが、キャサリンですか。キャサリン、まあ、この構成の一番怖いところは、まあ、最序盤めちゃくちゃ強いので、本当にフリッカーに最初に、まあ、奥に隠れて入られたら足が速いですしね。いやこれキャサリンは、まあ、センスプレー選手を昔から知ってる方は、まあ、センスプレーといえばキャサリンのイメージが強い方多いかもしれないですけど、ちょっとその山野辺さんのおっしゃる通りのレベル低レベル帯のバトルがあまりに強すぎて、キャサリンは1レベルめちゃくちゃ弱いですからね。ものすごく弱いじゃないですか、序盤が。キャプテンの中でも群を抜いて弱いって言ってもいいと思うので、ちょっとそのキャサリンが機能しない時間帯にフリッカーダージュグランプジュガーもやりたい放題、ジャングルもレーンも荒らしに荒らして、そのイドリスも稼げないしスカイも稼げないしどうしようもないっていう展開っていうのが一番そのクライマックスとしてはやりたくないですよね。しっかりと、まあ、我慢我慢我慢、お金を稼ぐお金を稼ぐっていうのを徹底的に序盤からしていかないと試合としてはもう崩れに崩れてしまうかなと思うので、まあ10中アック攻めてきますよ。まあ10中アック攻めるでしょうね。全員初手ブーツの可能性すらも考えられる。ブーツドラゴンブラッド、ブーツナイフみたいな感じで、ブーツシューターみたいな感じで全員で走ってくると思うので、まあ、そのレベル1ファイトちょっと注目してみたいですね。さあお待たせいたしました、序盤からすでにクライマックスな状態です。さあ行きましょう、ワッツアップブロバーサスチームクライマックス試合スタートです。まあ、ドンピシャで当たりましたけど、まあ当たりますよね。まあ、ワッツアップブロは僕らチャレンジャーリーグから見てきて高校生やってきてたんで、はい、この構成やってましたし、あのなんならこの構成非常に完璧にこなしていたので、一番自信のあるピックかもしれないですね。まあやりますよねと思いまして、この3人ブーツもまあ我々見てますから。さあ真正面からいく、いやしかしチームクライマックス呼んでいます。これはこれはスプリングでも同じ動きがありましたよね。このあのフリッカーを生かした構成の時にあえて上から回り込んで3人でジャングル交換する動きというのはスプリングでも見られましたが、今回も同じ動きですね。いいですね、チームクライマックス。
かりその構想を読んでいたので、これはファーム差はどうでしょうかね。ただこの構成ファーム差が圧倒的にその先手を取って動けてるクライマックスの方が早いんですよ。ブーツも組んでますから、まあ足早いですからね。そうなるとこれ真ん中で勝ち合ってしまうんですよね。一瞬ですね、もうエルダーを取っています。いや早いですね。まるまるそのトレントとエルダー分の差があるとなると、さあこれ勝ち合った時がさあ容赦なき追跡ですが、さあスローかけて、さあフェアリーダスト行くか。いや行きましたよ。狙いはスカイ。さあここでスキルイッカ飛び込んで、さあファーストブラッドが生まれました。なんという速さだ。さあさらにブースを使ってメルバクに追従。さあここであと一発ですが、スキルイッカ突進、ダブルキルを決めるのはグランプジョナエタ。思わずベイン G は地雷とフレアを倍して戻りますよまあそれだけ、いやそして当たり前ですけどこの構成生き続ける。いや取りますね、素晴らしいエラドウス。そしてこれ待ってますよ。これさあフェアリーダスト、ブーツインからのフェアリーダスト。さあベイン G をかなり追い込んでスキルにいいダメージ入っている。セットプレーが1人囲まれたような形だが、さあシュートを剥がして一気に落としきれるか。エリアスミュート通常あでま届かない。いや届いた。ここはさらに1キルを獲得。相手のジャングルにイドリス攻めることができるか。いやーフリッカーラジオ構成恐るべしですね。もうお金差がこの時間帯1計差、2分で1計差。いやーまず間違いなくぶつかり合ってはいけなかったですね。いやトレント買って下がってでリコールっていうのが一番賢かったかなと思いますね。結果的には真ん中で勝ち合うのはもう絶対に分かりきっていたことなので、ちょっとそこのケアっていうのが足りなかったですかね。その上から入る動きっていうのはしっかりといい動きができてたんですけど、その真ん中で勝ち合うことちょっと何も考えてなかったな。さあチャクラムシラウドステップ通常からなんとか炎の玉物で生き残る。いやダージオ、そしてレーニングが強いというのがねこのキャラクターの強みなんですけど。さあ飛び込んでいるが、ちょっとこれエリスミートが前出れないですかね。さあどうだ、燃焼かけれるか。んしかし足止めがうまい、足止めうまい。さあここでいいダメージだが、ここはなんとか下がる。さらにチャクラムですが、ここは避けています。いやこの時間帯ダメージが痛いですよ。ダジオ全力で逃げるアイアムセンスプレー。その大きなバーストではなくてちまちまとしたダメージで大きいダメージが入ると。おっと落としきっている。まあ、クリッカー全ヒーローで最も足が速いヒーローですからね。徹底して相手を潰しに行く動きですよね。チャクラムの目の前に出ていくが、さすがに。いやしかしブーツを使っている、怒っているメルバークですが、いや残る。いや残りますね、足速いですね。足が速い、まあ、ブーツも持ってますから。さあそして通常から、いやテンションボーのダメージが刺さる。いやもうワッツアップブロー、最序盤から蹂躙。ほんと蹂躙って言葉がぴったりですよね。こうされるとまあ地雷の数が減ってしまうので、よりフリッカーが戦いやすい環境になるんですよね。で地雷を買うとお金が足りなくなってビルドが進まないですよね、かといってビルドを置かないとフリッカーが暴れるというこの堂々巡りに入るんですよね。なので早いところ持ち直していかないと、結果的にめちゃめちゃもうきつい状況に侵され続けるっていうのが結果なので、まあまだオブジェクトをられてないのでチャンスはありますが。いやもちろんありますが。さあフェアリーダストはセンスプレー、ドラゴンブラッドも入っています。かなりダメージだが、さあキャプテンが溶かしていくか。いいダメージが入っている。さあベインジがフォワードバージョン警戒しているが、いやもうこれベインジいけないですかねここ。さあこの瞬足いいダメージ、ルイチ突進からいいダメージ。しかしここはシュリストライクでなんとか下がることに成功。次なる狙い獲物は何になるかですが、もうちょっとお金が貯まったら金鉱山でもいいと思いますけど、この結構ラドウス選手のフリッカーの地雷の置き方がかなりいやらしいんですよね。うん、そのチャレンジャーリーグで我々が見てた時も相当のいやらしい地雷をたくさん置いて相手を困らせていたシーンが多かったので。姿を現して、さあフェアリーラストモードにヒットしている。いやただ痛いですね返しが。さあ下からエリアスミュート。さあラドウスで燃焼をつけてドラゴンブラッドが割れてますよ。ドラゴンブラッドのダメージ、さらにフェアリーリングだがギリギリ。いやセンスプレーも大きく削れてしまっている。ただもうこれねレーンに立てなくなっているので、さあラドウスにクリティカルヒットが入ってるが、いや全部当たってる、いや全部当たっています。さあここでシュリストライクですが、さあ後ろにはナエタ、ナエタは関係なかったが、さあここで落としている。さらに再生の泉絶望ですねこれは。いやもうちょっと相手が本当に何もできなさすぎて本当にもうちょっと同情するくらいきついですね。まあその分序盤耐えれればもう何もできないのがこの構成ですので、これはまあリスクを取ったワッツアップブロの引き勝ちといったところでしょうか。さあファーストタレット破壊していきます。5分半ファーストタレット折れて3K 差、
こんなにもひどく攻められている状況というのはなかなかそのベイングロリエイトだけではなくて普段でも見えないかなと。いや、そしてフェアリーリングで阻害、いやらしすぎますよ本当に。まあ本当にフリッカーはもうどれだけ嫌なことができるかというのがね最大の課題になってきますからね。本当にまあ相手の嫌がることをやり続ければこのキャラクター最強と言っていいと思うので、どれだけこう相手の嫌なことをニヤニヤと考えながらできるかってことですよね。特にフェアリーリング、フェアリーダスト、この2つのスキルの置き方などは本当に厄介な選手というのは上手いですから、うん、それをうまく使って、もうメルワークとしてはもうラストヒット取るのも本当精一杯なんじゃないかってくらい、まあ、全員に顔見せるの怖いですからね、恐ろしくなっています。さあここでインフュージョン、さらにこれは決めていくか。いやもうここで用心してとナエタも言う、終わらせる気満、さあメルバック、さあそして満腹は、これは体ボディーブロックでアイアンセンスプレーが、さあ吐き出して、さあフェアリーダスかかっているが、スプリントブーツまで使っているが、それでも逃げ切れない、なんということだ。キャプテンから溶かしていく、このアダージオのダメージではあまりこのキャサリンのバリアストームガードがあまり効果がないので、1以上じゃないとそうですね反射しませんからね、なので相当辛いですよね。さあそしてここは必死で守っていきますが、ラドウスがしっかりボディブロックします。いやここで再生の泉発動、エイリアス見るとダメージが痛い、いいですね。いや相当そのやりたいことをやって有利を取っているっていう印象ですね。まあこの構成の怖いところがですね、まあ最序盤の研究って言うんですけど、このまままっすぐ、まあ、武士とかトライ武士警戒してもですね上から行くルートもあるので、まあ、実質2択ということでね、それを迫らせるっていうのもかなり面白いんですよね。このフレアを下に叩きながら上に行くとか、上にフレアを叩きながら下に行くしかないので、そうですね、まあ、待たれると厄介ですしね。いやー、そしてこれで金鉱山まで取って4K差、ベイン G はようやくフロストバーン完成ですかね。おっと、月のマン使いましたね。これ見えますか、ここ地雷ありますか。さあ地雷を処理したのは誰は、さあここは地雷があったので空射戦闘でやりましたね。いやもう十分ですね。そしてこのフリッカーを用いる構成では、このセントリーがいるかいないかっていうのが本当にその集団戦の大きな違いになってくるので、全滅したセントリーの方から裏からこう回り込んで相手裏をつくみたいなこともできますからね。そうですね、まあ自分たちが地雷を受ける範囲が広がれば広がるほど強く受けたい。さあそして突進だが、さあシュラウドステップしたところを狙っていく、さあデスクバーは食らっているが、さあここ満腹食べられてしまうが、目の前で吐き出しましたね。出してしまいました。さあそしてブラストレバーしっかり苦しむでブロック、ダブルキルを決めるエリアスミュート、そしてこれタレット2本目も悠々、セガのタレットも悠々でしょう。ナエタ狙ってるんじゃないですか、突進狙いですか。さすがに危ないと判断しましたから狙っても面白いシーンだったと思いますけど、さあここは燃焼でゆっくりとタレットを破壊していきます。セカンドタレットも破壊していったのはワッツアップグロー、お金差は、6K ですね。テンションタイランツのグランプ場、もうバーストしか考えてないですよね。なかなか面白いビルドですね。初めて見ますね僕は。テンションタイランタイランですか。テンションタイランツタイランツ、トルネードトリガーとか行くんじゃないですか、もしかしたら。なるほど、まあ、そこまで行く前に試合が終わってしまう可能性もありますけど、このままだと相当嫌でしょうね。クライマックスはもう進出鬼没っていう言葉は本当ぴったりだと思いますけど、敵がどこにいるかわからないので、本当にね、今こうやってファームしてるの我々見えてますから、なんかゆったりしますけど、クライマックスとしてはね、地雷ないところについてもおかしくないですけど、この上のレーン物質が怖いですし、なんならレーン上が怖いですからね。うん、月のマントが間もなく上がります。さあその間にしっかりね、土台としてね、しっかり地雷を処理できれば、ブッシュ地雷を置けないので自分がもう地雷の代わりになってっていう感じですかね。さあ地雷を適度に処理をしていきます。さらに奪っていくナエタ、あと満腹カウンターでしたが、ここはうまくよくていきました。ここは突進で下がってセントリーをやりますね。いい判断ですね。このセントリー早くも10分で2体目を倒すことで成功と、相当スノーボールしてますし、そのやりたいことができているのかなと。やっぱりこの構成止まらなくなると本当に誰が止めたらいいんだっていう感じになるので、てか誰も止められなくなるので、試合はあそこの一つだけですか。さあ処理できるからどうぞ。処理した、いやこれでもう視界はないので、いつでもですね、いつでもいけますね。もう一回いや、これ見えてないか、
いやこれもう視界領域をどん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 ラドウスが、いや厄介ですね、ラドウスは本当に地雷処理うまいプレイヤーですからね。しっかり地雷をいいところに置くんですよね、このいやらしい相手の壊しにくいところに置くので、やりかねないですねこれ。これ待ってますよね。さあそしてベインジーがいるところに、さあ一瞬だ、一瞬の出来事、月のマントすらなし。さあウォードルトで飛び込んでいくかと思いましたが、ここは必死に下がるアイアムセンスプレー。さあこれはリコール阻害だけでも十分でしょう。さあどうだ、手をかけるか。いやこれタレットには行っていいと思いますし、さあ早い藤田セントリーはここで来ますか。いやそしてそのままセントリーでいいですね。さあそのまま勢いがいいですね。さあこれは攻撃する間もなくクリスタルセントリー全滅、圧倒的アーリーゲームの力を見せていく。ワッツアップブロー、そして金鉱山がもう8割くらい溜まっているので、まあ、1回体勢を整えたら次は金鉱山かな。この構成は本当に対策ができていないとどうしようもないですからね。本当にもうなんか何をされてるかよくわからないのに大量の感想をつけられて押しつけられて負けるっていう形になるので、10K きますね、10K 乗りますね。もうちょっとでいやこれジャングル丸々ナイツ選手が勝ったらこれ 10K 乗りますからね。いやこれはちょっと止まらなさそうですね。どん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 勢いでお金を稼いでいく。そして地雷もねしっかり取っているので、下もうこれセントリー全滅ですからね。いやもうここの地雷もだって置けてますから、ここまでなんならフレア焚いてますけど、綺麗に置いてますからね。さあフレアあそこに焚きますが、うん、完全に怯えている。これ見られていても相手は来れないんですよね。もしかしたらこの1個後ろのブッシュにいるかもしれないからと警戒しないので、フレアの購入が止まりません。さあ月のマントはいつ使うでしょうか。いや警戒している怯えるベインジー、そしてメルバークも怯えている。もちろんそうなりますよ、地雷がないですからどこにいてもおかしくないですからね。さあフレア来てタイミングだが、フェアリーリングここはうまく打ってくれと。さあここで食べたらベインジー、あーさあそしていやスタンで止めましたね。そうですね、容赦なく追跡だが、さあここでウォードルと仕掛けていくメルバーク対ナイトの戦いだが、いやとんでもないダメージ、シマストライクを使ってちょっと時間を稼ぎたいが、さあここは相打ち、そして残ったアイアムセンスプレー、これはどうだ、ダブルキルしっかり決めている。いやこれはこれがお金差ですね。いやもう 10K 差というのはプレイヤースキルじゃ返せないと言われる姿勢の一つなので、いやこれ同時に綺麗に折って、綺麗ですね、うまい。さあここは同時に折っていく。さあここでタレットですが、さあエリアスミートだけでも落とせれば可能性あるが、さあメルバーク&ベンジーですか。いやもうどうしようもない。さあここはブースを使っている、しかしフリッカーが残っている。さあここは折っていった、まさかのこのご時世、サマーシーズン13分 GG を決めていくのはワッツアップブロー、まあ、準決勝進出。はい、いやあの初めてこのワッツアップブロの構成を見る方には言っておきたいのは、まあこうなる構成ですよと一言で言うと、あの対策が取れないと本当にこういうワンサイドゲームになるので、まあ本当にそれが証明されたような集団戦、そしてまあ集団戦っていうか、その単純にその相手を襲いかかって相手を落としてるだけなんですけど、まあ一応まあ複数人なんで集団戦と言ってきますが、もう本当に相手を蹂躙してもう全てを投げ払い、そして倒していくと、まあ、本当にその成功した時のフリッカーダージを、まあ、フリッカーを中心とした戦術っていうのがすごく見れたかなと思いますね。まあ、このご時世ね、バンしないといけないヒーローたくさんいますから、ちょっとこれにねバンを振り分けるのはちょっと苦しいので、まあ、戦略という面で対策していかないと勝てないでしょうねということですね。まあ、これがもっと上のレベルになってくると簡単に対応されてなかなか通用しなくなってしまうのかなと思う。例えばエースとかロックスとかってなってくると、まあ、簡単に対策されてしまうのかなとは思うので、やっぱりその対応できないチームに対しては無類の強さを誇るというか、もう止め方がわからないと止まらないので、もう延々とやられ続けて、気づけばエースを取られ、気づけばタレットが折れ、気づけばクリスタルが割れてるというような展開になると、クライマックスとしてはちょっと先週とあまり変わらないなっていう印象を受けてしまいますかね。あまり良くなっているところが多くはなかったかなと。ちょっとその後手後手に回ってるシーンが本当に多くて、先手を取って攻めたいシーンもなかなか先手が取れないし、相手からのその行動に対してのリアクションっていうのがメインのプレーになってるので、そこもちょっとこう自分たちから ある程度能動的に動いて行動できるように
練習っていうのをしていかないとちょっとベイングローリエイトのスプリット1はきついのかなっていう印象をこのウィーク1と今週のウィーク2では僕は受けましたね。なるほど、まあね、攻撃特化のランスなどなど面白い戦略もやってきていたんですが、まあ、もっともっとね、幅でね自分たちから仕掛けていくような、構成っていうのもどんどん広げていければこれからクライマックスも頑張れるかなと思いますので、まあ、来週の方にもクライマックスには期待したいですね、はい、そしてワッツアップグロは、明日の準決勝も頑張ってください、はい、ということで、この後マッチ4が行われるわけですが5分ほどインターバルを挟ませていただきます。我々は一旦ここで失礼いたします。